体重が、史上ナンバーワンぐらいに上がってしまったので、今日から1週間9月の14日月曜日です。今日から1週間減量を頑張ってどれぐらい落とせるか皆さんに見てもらおうと思いますので頑張ります。69.8。はい、まだ70は乗ってないですけど今までで一番大きい体重になりました。9月の14日体重、69.8kg。 お腹に脂肪が乗ってしまってます。これをビフォーアフターでどれぐらい減らせるか、やっていきますから楽しみにしててください。練習終了後の体重 69.3、 500g 減った形になります。タンパク質、タンパク質が 10g 入ってます。今日の昼ご飯海鮮料理です。卵をいっぱいかけて10個ぐらい食べます。生卵10個合わせて完食です。ただいま5時半ぐらい完食に、高性能プロテインブルードラゴンを飲みました。9月14日練習後の体重です。おい、 69.5 減ってないぞ。はい、このスープは晩ご飯に食べます。おはようございます。今日の練習前の体重 68.9kg。 練習後の体重です。 68.5。 はい、昨日と同じ昼ご飯です。食後のコーヒーにスターバックスのエスプレッソを買いました。夕食にはばあちゃん家にあった肉じゃがみたいなのを食べました。この日は小学校があるので、またばあちゃん家にあった朝は餃子を食べました。昼ご飯給食を食べました。16日、3時、午後3時の体重です。練習前です。今日は朝練してません。おい、夕食はプロテインと、鶏のサラダとスモークチキン、ローソンのスモークチキンを買いました。これで終わりにします。今日は、1日忙しくて食事する時間がないのでブルードラゴンを朝食と昼食に仕事の合間に取っただけです。9月17日8時の体重です。練習前。あら。今晩は体調がいいので、バナナとプロテインだけにしておこうと思います。ウォーキング約、50分で、その後、朝ごはんをプロテインです。今が8時半、シャワー終わりました。で、体重は 67.5 でした。9月18日3時です。ご飯は、お昼ご飯でとおやつの時間のダブルでブロッコリーのバジルサラダと、全部セブンイレブンでネバネバサラダと パイナップルと野菜セブンス、はい、この4つを買いました。9月18日、午後5時30分、練習前の体重です。
金曜日です。おうもう 68.5 なんで最初のスタートからは1キロ減った状態。練習後の体重です。おう 67.7、 1キロ落ちたね。だいたい800g。今日の晩ご飯です。あけぼのカラフトーマス水煮とヨーグルトのプロテインとイオンウォーターで夜、ランニング1時間ぐらいしてきました。でお腹すいたんでこのお昼に食べた2セット、もう1回食べようと思います。明日の朝ごはん用にも2つ買ってるんで今からこれ食べてみます。9月19日土曜日朝のランニング後の、体重です。 67.3、 昨日よりも 400g 減ってます。朝練終了後の体重です。 67.4、 まあ水分とか取ってたんであんまり変化はありませんね。体を見てみましょう。腹のカットがちょっと出てきました。あと計量は、明日楽しみにしててください。週後に、トロフィーアイスラテ、ジャンキーなものを飲んじゃってます。家帰ったらこんな美味しそうな豚足の煮卵料理が出来上がってるけど今は計量中やから我慢します。今から、昨日買っておいた朝ごはんに昨日買っておいたこの2つとブルードラゴン、この3つで今日の朝食、昼食分としましょう。明日計量日なんでちょっと我慢した食事にします。プロテインブルードラゴンとバナナ、まあ、1、2本、あとはお茶飲んで足冷やして寝よう。足冷やして寝ようと思います。9月20日、やっと約1週間6日経ちました。体は今こんな感じ、まだ体重は測ってないんですけど体はこんな感じです。腹筋のカットも出てきて、まあ、まだちょっと脂肪乗った感じはあるけど完璧じゃないけど、まあ、こんな感じかな。1週間であんまり無理せずにやった結果こんな感じになります。痩せた感じは出てると思います。あとは体重何キロ落ちたかけの数的評価に移ってみましょう。オクシボ10点金続き。こういうわけで約6日間のダイエット企画は終了しました。約4キロ、実際には 3.7 キロ減らすことができました。で、まあ、写真で見比べたら分かるように体のカットも結構違いますね。で、髪の毛の色のね変化とかがね余計こう日にちが経っていく様子とかが変わって面白いなって思うんですよ。で、まあ食事に関しても、まあここの企画の趣旨っていうのが、あんまり無理をせずにっていうことだったので、まあ無理をしないで、まあ嗜好品とかも結構撮ってて、まああの動画にはないんですけど、モンスターとか、エナジードリンク系ね、レッドブルとか、毎日飲んでました。これはね、実際選手としては良くないんですけど、エナジードリンクが好きなんで、結構多めに取っちゃってたっていうところもあるんですけど、そういう意味で、まあ、あの我慢はしてないっていうのが、
今回の企画やったかなって思います。で、まあ食事に関しても減らすというよりかは置き換えっていうので、まあ、大事な栄養素だけ取ってっていう感じでやってたんで、本当に力がないっていうこともなかったし、ずっと元気でしたね。中盤には餃子とかそういうので朝食に食べたりして、体重は思ったようには減らなかったんですけど、これはさすがに減量の時にはやらないですよ。本気の減量の時には。今は、まあ、企画の一部として無理せずっていうので、まあ、やってただけなんで、まあ、本当にそういう栄養とかも考えてやると、今回のように僕の真似してあんまり焼くと、無理せずやりすぎると思ったように落ちないと思います。で、僕も自身も、まあ、本番の試合前の減量の時には力を落とさずに、どうやって体をキープできるかっていうのを考えながらやるんで、まあ筋肉量落とさないように、できるだけね落とさないようにとか、そういう細かい考えもあるので、今回のようなやり方ではやらないです。でも普段からこれぐらい少し我慢置き換えて我慢するだけで、こんだけ体は変わるんだよっていうのを知ってほしかったんで、まあ、それで皆さんの体が良くなるならそういう部分だけは真似してほしいと思いますが、まあ無理はしないようにしてくださいね。体壊してしまったら元も子もないんで、しっかりと僕はトレーニングをしっかりしてるから食べても大丈夫なんで、皆さんも運動っていうのがね、まずは第一に考えて、そこから食事制限やってみてはどうですか。今日も長い間動画見てくださってありがとうございました。それではまた次回も楽しみにしてください。では、今日の動画終わります。ポッカスオーディカップ、バイバイ。